おお、これはフォークリフトからのお膝の上だ。ねえ、どうしたの急に。カリは嬉しいけど、急にお膝の上乗っけてくれたからびっくりするよ。かりんちゃんはお膝の上が大好き、とっても落ち着くんだよ。そうして頭を撫でられると、なんてかさ、お金持ちの人が飼っているペルシャ猫になった気分になるんだよ。最高の癒しだよ。ほんと、お金持ちの猫になった気分だよ。やはり昔はさ、雑種ってのがコンプレックスだったけどさ、撫で方とかそういう工夫でさ、雑種もペルシャ猫になった気分を味わえるものなんだよな。もしあなたもコンプレックスを感じているなら、まず大きなあくびをしてリラックスしよう。落ち着いたら考えてみよう。ちょっとした工夫でさ、解決できること意外と多いんだよね。スタッフさん、ありがとう。今度はさ、サンドイッチになれるようなそんな工夫をお願いだよ。カリ、サンドイッチ大好きだからさ、その気持ちになってみたいものだよ。お、早速かい。スタッフさん、ありがとう。サンドイッチは違ったよ。